ちは。こんにちは。あれ大丈夫だね。オッケーだよね。オッケーですね。うん、オッケーだ。こんにちは。そうです。今日のお話し会の服装。なんかコメント動いてるんですけど、あの画面が動いてない。大丈夫か。大丈夫ね。はい、今日はオンラインお話し会2日目でした。イエーイ。皆さん今日もありがとうございました。オンラインお話し会2日目。あ、スマホ回転させて治るの。ちょっと一回画面を回転させます。あれ治んない。こっちから動いとる。じゃあ大丈夫か。いいですかね。戻します。 OK。 じゃあ大丈夫ですね。動いてますよね。なら大丈夫か、ね、更新はどうやってやるんだ。まあ大丈夫か。そう、今日は襟付きのここもひらひら、ここもひらひらのひらひらコーデです。でこのベストお気に入り。いつかお話し会行きたいです。あー、本当ですよ。ぜひぜひお話ししましょう。すごく楽しかった。よかった。あ、アバターも見れなくて。やったアバターってやったよって。あ、そう、さっきりちゃんの配信にいてアイテムも投げてて、そしたら壇上2位になっちゃって驚いた自分でも。びっくりだよね。そう、アバターが欲しくてあれ投げてたら2位だった。そう、りちゃんの配信をさっき見てました。ちょっとだけ。ね、リチャオタク出ちゃった。壇上2位になって。こんにちは。そう、10個溜まってました。だからね、全部投げて2個アバターもらいました。星が止まってるのがちょっと気になる。なんか画面止まっちゃったのかなって勘違いしちゃう。ちょっともう一回回転させてみてもいいですか。ほっ、治んないです。これって一回もしも一回やめてまた始めるとかにしたら戻りますかね。どうなんだろう。戻んなくなっちゃった。あらら、ね、あららだよね。お、ほれ、さっちー、こんにちは。やるしか、戻らない方がいい、ね、あ、1時間以内だから、ちょっと1回だけ切ってみてもいいですか。すぐ始めます。本当に10秒以内ぐらい。あー、できた、できた、復活、治りました。あ、すごい動いてる、よかった、よかった、治りました。皆さんありがとうございます。治りました。こんにちは、こんにちは、おかえりなさい、ただいま。あ、すごい、治った、治った。そう、さっきアバターが自分のしか出てなくて、今皆さんのが出てきて、よかった、ありがとうございます。皆さんよかったね、よかったです、ありがとう。まだりちゃんの9位の子。恥ずかしい。さっき2位まで上がってたんです。1位取る、あれ取ってから帰ればよかった。星が溜まってたので。おっつん、やっぱりお話かお疲れ様、ありがとうございます。もしかしたらさっきりちゃんの配信ルームにめちゃくちゃいました。めちゃくちゃいて、めちゃくちゃ見ててアイテム投げてました。壇上2位にいました。やっちさん、ありがとうございます。そう、自分2位って知らなくて投げてたんですよ。だからびっくりした。
オンライン話し会どうでしたか？オンライン話し会すごい楽しかったです。ありがとうございました。すごい本当にビデオ通話みたいで楽しかったです。次は6月11日かな、オンライン楽しみですね。ちいかながさっきも1位だ。お、あ、見た、かなうが1位にいたの1位がかなうで5位が私みたいな時が1回あったよね、さっき面白い光景。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、本当だ、さっきからあれだね、継続されてる。大阪はとったやで、あ、やった、直接ですね。楽しみ、6月24日ありがとうございます。待ってます。どんな感じなんだろう、久山と同じ感じですかね、大阪。なんかなんでかわかんないんですけど、なんか握手会ってなったら私外思い出しちゃう、外でなんか暑い炎天下の中を想像しちゃうんですけど、中ですよねなんでだろう、ほんわかした感じでした。あー、よかったそう、楽しかったです。そうですね、6月24日は大阪です。そうだよね、炎天下暑いよね。なんでだろう、なんかわかんないけど、なんか握手会ってなったら私はなんか炎天下を想像しちゃうそう、こんにちは、サッチーって、こんにちは、ありがとうございます。そう、並ぶ方ね、並んでたりしたらもう暑いよね。フェスか、フェスは炎天下だね。フェス行きたい気分、夏といえばフェスみたいな感じですよね。フェス行きたい。こんにちは、こんにちは、こんにちは。このオンラインお話し会、私画面近くなかったですか？なんか画面に寄っちゃう癖があって、もしかしたら顔がどでかかったかもしれないアイドルと握手経験とかないんですよ、実は。握手会はもう行ったことないです。でも行きたいこんにちは。行列は何時間だろう、でも割と何時間でも行けるかも。テーマパークとかも結構ね、ずっと並べるタイプ。なんか並び中も好きです。なんかだんだん進んでったり、なんか並び中の景色も好きだし、楽しいよね。だから意外といけます。テーマパークは割といけるんですけど、あの食べ物とか逆にあんまり得意じゃないかも。え、並べるんですけどね、全然並べるんですけど、あのまあいいやって思っちゃうそう、あ、近い方がいいですか？でもね、自分でも今日もしながら、あ、めっちゃ近かったか、なんかってよくなっちゃうんですよ。でそれでめっちゃドンブなっちゃうそう、ね、でも30分長いよね。でも人生で初めて握手したアイドルが佐川崎とか、嬉しい、なんかそれなれるといいなって。そうそうそう、一緒、食べ物系はなんか他でもいいかなって思っちゃうそう、でもなんでだろう、でも実際あんまり並んだことない、食べ物は。行列ができるみたいなやつとかはあんまり並んだことないですね。うん、並んだことないかもしれない。なんか並ぶとかじゃなくて、なんか予約して他のとこ行ったりしてるそう、食べ物とかはあんまり並んだことないですね。でも並んでやっと食べれたっていうのもいいですよね。でも並んだ甲斐がある感じが。こんにちは、こんにちは。タピオカの行列分も持ってた。確かにタピオカめっちゃ飲んでたし飲んでたわ。タピオカ、タピオカ好きすぎて、私冷蔵のタピオカ買って家で毎日飲んでたんですよ、めちゃくちゃハマってる時。それぐらいタピオカ大好きだったんですけど、
今はもう何年飲んでないだろう。高校に入ってから一回も飲んでないですね。爽やかの待ち時間みたいなのあげてくせ。そうなんですね。爽やかハンバーグめちゃくちゃ食べてみたい。あれ何時間ぐらいなんだろう。この前いちごが食べたって言ってて、美味しそう。こんにちはわー、こんにちはわー。チアは可愛いよね。サッチー、サッチー。ゴンチャ、ゴンチャ飲んでみたい。2時間並んだんだ。そう、家でもね飲んでた、よく夏休みとか毎日飲んでた、タピオカをね。でもびっくりなことにもう今は全然一回も飲んでないという。好みの変化の差がすごい。あと山口にそのタピオカ専門店が出るのがちょっと一足遅くて、そうですね、それを見て終わりみたいな感じでした。タピオカのお店はぼちぼち見ますでも探したら多分いっぱいありそうで。グロシロコーデもかわいい、やったー。そう、私こういうコーデめっちゃ好きで、めっちゃ好き、黒白モノトーン好きなんですよね。あとフリフリ、ちょっとガーリー、ナチュラルガーリーっていうのかながハマってる、すごく好き。あ、でもスポーティーも好きだ。最近キャップを買ったので帽子だから、あのスポーティーなコーデがしたい気分ではあるね、ちょっと OL 感あるよね今日白と黒で、わかる。なんて言うっけ、 OL さんか。 OL さんはお疲れ様ですって感じ。お疲れ様です新人 OL です、今日は。あ、これも実はリボンついてたんですよ。細いリボンなんですけど、こんぐらいの細いリボンがついても財布持ってランチに行きそう確かに。お昼休憩はサラダ。下はこれはワンピースでなってて、マーメイドスカートのワンピです。ブラウスの上から着てます。そうなんです。そう、そう、マーメイドになってて裾がひらひらしてて可愛いです。これはもう店に入って一番目に目について、いつもは一周してから買うんですけど、お店を。これはもう気に、あ、一周はしたわ一周したけど、他の服を見てもなおこの服が気に入っちゃって買っちゃった。すぐ、なんか自分の中ではいつもよりは高かったんですよ、だけど買っちゃった。それぐらいお気に入り、ちょっと気に入り、すごく何度もこの先登場しそうです。でも生地がもう夏ぎり、まあいけるか、ちょっとあったかい感じだから、この先はちょっと着れないかもしれないけど、私は着ます暑いかもしれないけど着ますね。かわちこんにちは、こんにちは。好きなものにはちょっと贅沢するのもあり。確かに確かに。お昼は何食べた？お昼はお弁当を食べました。弁当、明太子、そう、明太子ご飯大好きで、明太子が入ってたのでめちゃくちゃ嬉しかったです。汗っかきの方、汗っかきですね。高校通ってるのですけど高校で
登下校で汗ダクダクで、朝の会ではもう、あ違う、私あの顔が赤くなりやすくて運動したら、で真夏の炎天下に必死に学校行って、しかもあの走るのですごく猛烈にダッシュするので汗かく、暑い帽子とかかぶってたけど蒸れて暑い、で私はもう学校に着いたら別人のように顔が真っ赤で、前髪もね朝あんなに頑張ったのにもうぐちゃぐちゃで、背中も汗やばかった汗っかきで大変でしたね真夏は。今年もやってきますよ頑張れ私今年も。そうで暑くなって顔真っ赤になって、それで朝の会を受けるのがすごい嫌で、冷たくなるミストかけたり首に氷を巻いて、氷のあの保冷剤入れて布に巻いて登校したり、いろいろ頑張ってましたでもそれでもなかなかでしたね、なかなか白いまま学校行けることはあまりなかったですそう、それはねすごいちょっとね考えてた、結構悩んでた。今年もやってきます、頑張れ。いつの配信で男女されてる、あー恥ずかしい。夏の映画ステージはやばそうだね。ね、多分私顔真っ赤です多分。でもすごい楽しみ。え、でも別になんかその嫌だとかではない、あまあ学校ではちょっと恥ずかしかったんですけど、でも野外ステージめっちゃやりたいです。野外ライブっていうのかな、めっちゃ楽しみ。もしも出る機会があったら出たいですね、めちゃくちゃ。そう真っ赤なので皆さん真っ赤なサッチでなっちゃいます多分。そう頑張ってる、そうですね、そう全力で。あ、わかる、汗でね前髪が束に、ま、なってたり、そう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 、スカスカになってるのいいよね。私もすごい好きだった。でちょっとほっぺが赤くて汗で、私もすごい好きだった。その亀子さんが撮った写真とかよく見てたんですよ、野外ライブのアイドルの。すごい好きだった。日焼け対策は頑張ってます、日焼け止めを塗って、日傘を買わなければいけない、そろそろ日傘を。こんにちはさっちー、こんにちはこんにちはこんにちは、日傘がいります。お話しありがとうって、ああありがとうございます、来てくださって楽しかったです。サッチーってサッチー、イエーイ、サッチーサッチー。でも夏はお、サッチー6月11日お話し会決済完了だって、やったー待ってます。そう6月11日もあるので楽しみですね、とっても。そう、ええ声やってサチに伝えかれたことがあるからって、なんだろう楽しみちょっと告白みたい麦わら帽子、そうちょっと前の話の続きになっちゃうんですけど、ひまわり畑で白いワンピースで麦わら帽子をかぶって撮りたいでちょっと黄色めのメイクしてとか、憧れですね。初見です、配信頑張ってね、ありがとうございます、こんにちはさっちのブログも上がってって、そうです、ブログも上がってるので、昨日かな、昨日上がりましたブログが、 STU さんの STU の公式で、ぜひチェックしていただけたらさっちハッピーです。そう初めての初ブログですね、ブログなのでぜひぜひハッピーサッチ、サッチハッピー、
さち、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。ひまわり畑行きたいな、今年も。夏前、7月とかがすごい盛んだから行きたい。麦わら帽子欲しい。さち、川端アンナさんがブログ見て、さっちのツーショット撮りたいって。え、本当ですか？あー、アンナさん撮りたいです。私もさっちやっぱ出せようまで諦めず、あ、出るといいですね。てか出ますようにそう、私も自分のが欲しいんです自分で自分のが欲しかったりしてるんですね、実は。ええ声や、やった。え、恥ずかしい。ありがとうございます。仕事の準備しながら見る。ああ、今さらお仕事ですか。ファイティン。話し足りないとき4月17日に追加するね。本当ですか。でも本当お話し会って本当にあっという間ですね。一人に肩につき、もうあーってなっちゃうそうね、写真集もいつか出せるといいなって思ってます。ひまわりでね初見です、よろしくねって。ありがとうございます。サッチーです、よろしくお願いします。さきちゃんの写真集も予約してありがとうございます。書く書くありがとうございます。なんかこれ言ったらなんか本当に出したみたいな気持ちになってこんにちは、こんにちは。そう、話し会なんか質問とかで終わっちゃったりするから、あーってなっちゃうよね、どうしても。やっぱりすがちゃんかわいいねって、ありがとうございます。やった、嬉しい。すがちゃん読みは呼びはん問答無用で切られるからね。そう、プチって切れちゃうからね、悲しいよね。うっちーさん、ありがとうございます。タコタコね、お互いあーってなる私も切れた後いつもあーってなっちゃう。あー、そう。お、しけんさん、ありがとうございます。こんにちは。待ち受け、私待ち受けまだ自分の見れてなくて、どんな感じでしたか。いい感じでしたかやった、サッチーのが出たんですね。けどそれだからまたお話ね、質問とかで終わっちゃうと なおさらなんか気になっちゃう。たくさんお話ししましょう。今ワンコと海の砂までボール遊びしてる。ワンコが海にダイブかわいい、絶対かわいい。ワンコと海でも、あの帰るの大変そうびしゃびしゃのワンコちゃんがね。初見です、ありがとうございます。こんにちは、サッチーです。サッチーの待ち合い可愛かったよって、あー、よかった。当たるといいな。私もまだ見れてないんです実は。こんにちは、こんにちは。そういえばこの時間にあのあれですね、配信は初めてかな。4時半初めてだね。サッチはペット飼ってたの。サッチペット飼ったことないんですよ。でもペット大好きなんですそう、動物に関わる仕事したい、なんかペットショップで働きたいなって思ってるぐらい
動物は好きです。犬とか飼いたかったんですけど、家族が苦手で犬がそうだから飼えなくて、あ、苦手ではないか、まあ飼ってなかったんですよ。でも飼いたい、犬か猫かハムスターかウサギか。でも鳥もいいなって思ってて、めっちゃ可愛い。そうよくペットショップに行ったり、あとその植物に詳しい子いるじゃないですか。その子がすごい犬とカメとハムスター飼ってて、よく見に行ってました。そう、今も山口帰った時はその子のお家に行ってハムスター見てます。可愛いよね犬とか、めっちゃ。あ、なんか店員さんのイメージ、やったペット可愛い。だって毎日さ動物に囲まれて可愛い。猫カフェ、そう飼えないから猫カフェとか行きたいなって思ってて、猫カフェか犬カフェってあるのかな。犬、あとハムスター、そう、その友達がハムスター飼ってて、そうめっちゃ可愛くて餌あげたん、なんか最近買い出したらしくて、そのハムスターを、そう可愛かった。あのひまわりの種あげてめっちゃ可愛かった。さちほかほむる申し込んだって、ありがとうございます。柴犬カフェがあった気がするわ。んだって行きたい、柴犬超可愛い。マネパパさんありがとうございます。姫姫、あ、ヤモリとかもね好き、まあ、好きではないけど見てて可愛いなとは思う。あのちっちゃいのは好きです、大きいのは、うん。サチこんにちは、こんにちは、サチサチこんにちは。そう、ヤモリのちっちゃいのとか、なんかペットショップに売ってある爬虫類っていうんでしたっけ、ああいうのっては見るの好きです。カメとかもいいですよね。昆虫類カフェってあるんですね、すごい。ヘビとかみたいな、昆虫類、ん、あ、爬虫類か、これ爬虫類カフェ。こんにちは、こんにちは、かわいいワンコちゃん。爬虫類か、カメレオン、カメレオン見たことないな今思えば。ヘビね、動物、動物園ロケいいね。もしかして G 捕まえ絶対に無理。そう、そういう虫、虫はちょっと苦手です。虫はちょっとそう苦手ですね。種類はあのペットショップのは好きです。でももしも外に出て庭とかにいたらちょっと苦手そう、こんにちは、はじめまして、はじめまして、こんにちは、こんにちは。ヤモリ飼ってる、あー、そう、そうなんだ。インコとか可愛いですよね。この前ペットショップ行って、そう、鳥もいいなって思った。鳥かわいいよね、あの水色とかの綺麗な鳥、すごいかわいいと思っちゃった。よちさんありがとうございます。あ、飛ぶ虫嫌いかもしれない。飛ぶ虫予測ができ、あと雲が苦手です。雲すごい家に出てよく捕まえてました。一回私の部屋になんかこんぐらいの雲は割といっぱい出て割と体勢ついたんですけど、一回こんぐらいの雲が出て泣きそうだった。しかも夜だったんで泣きそうでしたね。ね、あり、りょっちさんありがとうございます。あと一回夏に半袖で寝てたら
この辺なんかこの辺が痒くなって急にで書いたらこのその書いた手を多分伝ってカサ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 ってなったんですよ。絶対あれは雲だった。でキャーってなってバッて振りほどいて、もう夜だったんですけど電気つけて、ほんとずっと家の自分の部屋をずっといろいろ探したんですけど、こういう隙間とかも全部でも見当たらなくて、でもあれは絶対に雲だった。なんか本当にこういう感じね、こうやってされてる感じ、シカ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 みたいな、こうされてる感じ、あれは絶対雲だったんですけど、いまだに見つけられてない。食べちゃったかな。うさうさね、何だったんだろう。まあ雲だったと思うんですけど、マジで嫌だった。まあその後寝たんですけどね。ぐっすり寝ました、その後。ちょっと気にして、G だったのかな、どうなんだろう。なんかでも足が6本ありそうな感じだった。カサ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 ってなったから、今でも思い出す。今日の夜更かし、夜更かな、ちょっとお仕事っぽいですよね。こんにちは。ユネスブック約人間は 500g ぐらい知らない間に虫食べ、聞いたことある。なんか寝てる間に虫は口に入ってるみたいな、嫌ですよね。まあ寝るんですけど、そう睡魔には勝てないから気にせず寝ちゃうんですけど、もう手チョコの味美味しいじゃん。配信中に違うんだけど、怖い、絶対無理。私は多分気絶してます。多分虫も出たら、その時は皆さんすいません。チキンです。ギリチョコをギリクモにしよう。チョコ味だから、ね、ギリチョコに、ギリチョコだよって渡そう。でもクモチョコ味だからって言ったらね、大丈夫だよね。みんなびっくりしちゃう、クモやんってなるよね。虫どうなんだろう。なんか見たこともないんですよ、虫食べる、なんて食用の虫だから、もしも 見た目によるかな。でも分かんない、無理かもしれない、分かんない、なんかその時次第。気分嘘嘘。そうチョコだから、虫出たら配信始めてください。いやもうね、多分配信どころじゃなくなっちゃう、虫出たら配信。でも皆さんがいたらちょっと心強いかも。虫苦、なんか虫苦手ですね、虫は苦手です。あ、確かに昆虫食、コオロギ、でもコオロギのチップスが無印に売ってました。コオロギチップスみたいな、なんて読むの。ソガサキ、ソカワ、いやソガワです。サシスセソガワサキです。よろしくお願いします。サッチって呼ばれてます。ぜひぜひよろしくお願いします。うわー、コオロギ、コオロギチップス、多分虫の形してなかったらワンチャンいける。でもわかんない、サシスでソガワサキ、そういつもそう佐川さんって言われるから、この前も言われた、ご飯食べに行って予約の時に、あ違う違う、ご飯じゃないわ、服屋さんだ、服屋の試着で佐川さんです、あ違う、お名前聞いてもよろしいですかって言われて、佐川ですって言ったら、佐川様少々お待ちくださいって、もうなんか佐川ですって言っちゃった、その時。そう、お話しか、ありがとう、こちらこそありがとうございました。そう今日はお話し会だったんですね、28日。嘘。もういいや、なんかもういいやっていうか、なんかまあ佐川ですってなったね。まあ似てるしね、
き間違えちゃうね。自分でも聞き間違えちゃいそう。最高。ボケよ次。じゃあ宅配じゃん。お疲れ様でした。ありがとうございます。こんにちは。どうなんだろうね、曽川さん。そうよね、作業。そのうち曽川さんとか言われるのかな。でも確かにさ、作業って似てるよね。佐川、志川、須川、瀬川、曽川。須とか聞き間違えそう。佐川さん、佐川さん、須川さん。今須って言ったんですけど、須川、須川も曽川に聞こえるか。自分的にコンプリートできるぐらいの発音で次やってみようかな。名前なんですか。須川です。須です。今のはまだ同じ名字の人に会ったことあるないかもしれない。そう、初めて来て私もないかも。そう、木曽川はあるよね。木曽川です。木曽川はあるね。あ、サッチーの新生クバー待ち受け口当たり前だ。やったー、イエーイ。私も欲しい。私も待ち受け。木曽川っていうのがあるっぽいです。川がね、木曽川があるみたいですよ。木曽川に立って曽川にね、曽谷さん、なんかいいですね。実質岐阜ちゃんやん。岐阜にあるのかあれ、木曽川。じゃあ岐阜ちゃんとコンビでも組もうかしら。木曽川コンビ。サギさんもなかなか見ない。確かに確かに、サク、そうだよね。このサキでサキって読む人には確かに。愛知もあるだよ。ああ、そうなんですね。木曽川は愛知にも。なるほど。全国で67686780。なんとも言えない番号で。キャーン、キャーン。そう、いい名前ですねって。ありがとうございます。気に入っております。私も。こんにちは、こんにちは。そうだね、ノアミョンとギフちゃんと3人で木曽川コンビ。今度言ってみます。愛知に40木曽川。そうなんですね。ほうほうほう。へえ、そうなんだ。ね、さっきって出ないですよね、一発で。私もサクと葵って言ってます、いつも自分の名前入力するときは。サク葵って打ってますね、いつも。出ないですよね、なかなか。銀行員っぽく見える。そう、ちょっと今日は会社員ぽいって言われました。お疲れ様です。なんていうかな、会社員は。おはようございますか。さくあおい派。あ、一緒だ。そう、さくって言ってあおいって打ってる。でも最近はもう入れ、自分の名前よく入れるから、こう、そがわって言ったらポンポンポンって出てくる、登録みたいなやつに。自主登録いたしました。自主登録ありがとうございます。さっき受付嬢っぽい。確かに今日の格好特に。お疲れ様です、お疲れ様です。でも受付してみたいかも。お待ちしてありましたね。アポイント、アポイントってなんだ。ウィンク、ウィンク、ウィンク。こんにちは、ありがとうございます皆さん。
うん、かわいい、ありがとうございます。サッチーって、こんにちは、サッチーです。今日は5時に、5時というサッチーがお話し会の受付に行ったら4度見せるし1,2,3,4お待ちしておりましたって言うよね、確か。来客殺到、マスク行列できちゃう、行列できるといいですね受付でこんな素敵な声で、みんなめっちゃありがとうございます。やったね。こんにちは、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 ありがとうございます。オンラインはもうベテランって感じ。いやー、全然全然まだ緊張が。おさむちゃんさん、ありがとうございます。はじりこさん、ありがとうございます。あ、そうなんですか。6月11日楽しみにしてます。こんにちは、こんにちは。そう、まだ緊張は少しありますね。でも楽しいので、オッケー、お、今サッチーの待ち受け出ましたって。やったね、よかった嬉しいです、ありがとうございます。ね、行列すごい見てみたい、自分の。わあ、ファンになりました、ありがとうございます。よろしくお願いしますありがとうございます。ね、公演もまたたくさんできたらいいなって思ってます。すいません、今あと 20% ですよっていうお知らせが来てました。りょうちさん、ありがとうございます。ハート、今日は時間が早く終わったので晩ご飯を作ろうかなと思っています。こんにちは、こんにちは、こんにちは。何作ろう、そう、何作ろうかなーって。えのきとか、えのきとピーマンとこんにゃくと、あと何買ってたっけって感じ迷い中、いろいろ。そう、豚肉が欲しかったんですけど買えず。こんにちは、こんにちは。そう、でも丼がね一番栄養が取れていいんですよね、オクラ。そう、オクラも買いました。こんにちは。いつも自炊してる、なんか自炊ってほどじゃないんですけど、時間があるときはもう本当にちゃんと3食、なんていうの、3個ご飯とみたいな、お味噌汁とみたいな作るんですけど、ないときは買うか、あと丼、しらすとかキムチとか、あと胸肉を作り置きしてて、ささみか、作り置きしてた、してるので、それとかなんかそういう納豆とかそういうのを丼にして、爆弾丼っていうのかなを作ってます。お米は一気に3合炊いて、あの冷凍してます。分けて1日こう小分けにして。こんにちは、こんにちは。サッチーは食べ物は厚切り牛タンが大好きです。いつか仙台で牛タンを食べるのが夢ですそう、お疲れ様って、ありがとうご
ございます。オンライン話し会、そう、夜はヘルシーをモットーにですね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。あ、この前リエチの家に行った時かまぼこ食べてたので1枚もらいました何情報って感じだけど、美味しかった。かまぼこハマりそう。あの丼のメニューにかまぼこが追加されそうですね刻んで乗せて醤油かけたら美味しそうと思って。そう、仙台に行ったら私ずんだの本番も食べてみたくて、そう、食べたいものがどっちも食べれるから次の旅行は仙台かなとか思ってます。行きたい仙台。スムージーはね作ったこと、あ、バナナだ、バナナスムージーは一回作りました。けどスムージーってほどじゃない、バナナと牛乳と氷入れてそうシェイクしただけ、シェイクじゃない、スムージーでジューってしたぐらいですね。暗くなってきましたね。まだ見えますか？ギリギリ。線で油揚げ、そうなんですか。油揚げってなんか久しぶりに聞いた。なんかこっち広島来て油揚げ全然食べてないあっち、ね、山口の時よく鍋に入れてた。ずんだずんだずんだ食べたい。仙台駅の牛タン、牛タン通りなんてあるんですか。私も行きたすぎる、そんなとこ。牛タン通りかそうです、厚切り牛タン鍋じゃなくて厚切り牛タンと鍋が好きです。でも厚切り牛タン鍋に入れても美味しそう。今度やりたいけど、牛タンって結構いい値段しません？確か牛タン気軽に買えない気がっていう気がする。なんか好きなんですけど牛タンあんまり食べれてない。サッチー、こんにちは。え、牛タンって値上がりしてるの？こんにちは。サッチー、サッチー、こんにちは。北海道の海鮮、そう、北海道行きたい、とっても。北海道行って仙台ですかね、次の旅行最高プラン。食べてばっかりだけど行きたいな、すごく。北海道、じゃがいもも好きで、じゃがいも食べたいなって思ってます。あと味噌ラーメン、ずっと食べたが自分が食べたいね。え、仙台いいですよね。興味があります。ねえ、北海道行きたいな、食べたい味噌ラーメンサッチー、サッチー、こんばんは、こんばんは。誰も一緒を忘れない、辛そば美味しいですよぜひぜひ。あ、わかる、牛タン定食で麦とろご飯や辛味噌、麦とろなんかとろろと食べたら美味しいってね。え、食べたい。サッチー、サッチー、こんばんは、こんばんは。あ、ひょうたん揚げ聞いたことある、英語や、やったね。ライブ違う、ラジオ配信を思い出すテロップですね、そちらは。
ね、焼肉行きたい。あ、山形はさくらんぼか食べたい。こんにちは、こんにちは、皆さんありがとうございます。初訪問たくさんありがとうございます。岩国のお寿司食べたことある？ないかも。でも有名だよね、お寿司、ね、食べたい。桃鉄で名物した感じ。なんだろう、なんか知ってます。名物をなんでだろうね、なんでだろう。あとなんかよく YouTube 見るんですけど、YouTube で食べ歩きよく見てるからかもしれない。この前も仙台ツアーみたいな YouTube 見てました。そう、そこでひょうたん揚げも知って美味しそうって思って、行きたいですね。無意識の自分。好きな YouTuber さんがよくやってるツアーを、食ツアーみたいな。こんにちは、こんにちは。食べ放題で鍛えて大食い、大食いキャラになっちゃうね。でもあり、だってよく食べるから。さっちゃん一人でラーメン屋さんとか行ける？どうだろう、でも一人は全然嫌いじゃないです。結構一人でショッピングはしますね、しますね。でもラーメン屋さんとかは行ったことない。食べ物屋さんはあんま行ったことないかも。うん、サイゼリヤぐらい。サッチーって、サッチー、10秒間私のガールフレンドになりたい。私のガールフレンド？どっちだ？私がってこと？辛いのはめちゃくちゃ好きです。でも食べたことじゃない、あんまり食べれない。食べれるけど、そう、一人サイズはする。なんか一人席があって、そう、そこで明太子パスタ食べました。割と多かったです、私が行った時は。だから入りやすくてでもよかった。一人焼肉とかね、行ってみたいかも。こんにちは、こんにちは。あー、カラムーチョ好き、カラムーチョ大好き、スパムーチョも好き、あと辛いラーメンが好きですね。もう有名な。今もストックがあります。でもまだ食べれてない。りょっちさん、ハートありがとうございます。そう、辛いのは好きっちゃ好きです。でもどんぐらいいけるかはわからない。でも辛いって言っても七味レベルかもしれない。七味、一味、七味と一味はめちゃくちゃかけます。うどんとか割とかけちゃう派。あっちゃさん、ありがとうございます。そう、辛ラーメンも好きです。よく食べますね。でもあれ中毒性すごくないですか？なんか何回も食べたくなっちゃう、美味しすぎる。カレーは辛口？でも中辛かも。中辛かな、辛口。あ、でも麻婆豆腐は辛口です。プルダック食べますよ。アイアイさん、ありがとうございます。だるまかわいい。だるま、そう。バシリ塗り。
フルダックはあれですね、半分も入れたら私はヒーヒー言ってます。こんにちは、こんにちは、こんにちは。汁なし担々麺は食べたことなくて、そう、結構辛いですよね、ああいう汁がない辛い系はトラウマがあります。りょうちさんありがとうございます。だるま一回焼きそばの辛いのを食べて、私はもう一生食べないと誓いました。そのラーメンバージョンは食べれたんですよ。だから焼きそばも食べようと思って食べたら、うん、無理でした。食べたんですけどね全部。なりちゃんさんありがとうございます。こんにちは、こんにちは。焼きそばはやっぱ周りにまとわりつくから辛いのかなって思ってます。山椒がどうしても食べる、ちょっと辛いだけじゃないですよねあれ。でも私は好きです、豆腐の上に麻婆豆腐と一緒に食べる。まああんまり食べたことないんですけど、山椒はちょっとあれですよね、辛いだけ、あ、しびれ、そう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 、なんかちょっと辛いだけじゃない感じでも美味しかった。結構かけちゃう。あ、辛いんだセブンの。それのカップラーメンバージョンは食べました、この前。大好き、めちゃくちゃ美味しいですよ。そうで、冷凍食品コーナーにその担々麺バージョンがあって、今度絶対食べようって思ってたんですけど、辛いんですね、ちょっと怖いな手を出すのが。サッチーこんばんは。あ、もうこんばんは。どっちだどっちだどっちだ、まだこんにちはかな。配信ありがとう、こちらこそありがとう、来てくださって、こんにちは、こんにちは。りょうちさんありがとうございます。すぎやん、こんばちはまぜまぜね。夏は冷たいもの、温かいものどっち食べる、なんかどっちだろう。鍋は年中無休食べてます暑い関係なく。でもやっぱ夏は冷たいものですね。アイスもよく食べますし、そうめんを私はびっくりするぐらい食べます。夏は昼は毎食そうめんかなっていうぐらいそうめん食べてます。この前初そうめんでした。ラブリー48&46 さんありがとうございます。バラこんばんちはですね。今おはこんばんちはおはこんばんちは。そうだよね、今起きた方もいますよね多分世の中には。おはようございます。そばよりそうめん、めっちゃそうめん派かもしれない。そばより、そう、そうめん、そうめんめっちゃ食べてる。そうめんのね、そうめんめっちゃ食べてる。夏なんか冬でもたまにね恋しくなっちゃうぐらい、ね、そうめんはよく食べてます。こんにちは、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 スリーこんにちはだ。 そうめんって小豆と合ってるかな。こんにちは、こんにちは。そうめんのが何が好き、私トマト入れて食べます、そうめん。あ、そうめんにトマトとオリーブ入れて食べてみてください。めちゃくちゃ美味しいよく知ってる。あとオクラも好きですね、そうめん。ねえ、そうめん薬味によって変わりますよね。わか
かるそうめんは。そう、トマトとオリーブはめちゃくちゃ美味しい。あと定番の揚げ玉もやっぱ美味しいですよね。こんにちは、こんにちは。あと何入れるかな。小豆島か。どって読むんだね。すいません、間違えちゃいました。あずき島って。あー、お恥ずかしい。そうそう、冷製パスタみたいな感じでオリーブの味が濃くて美味しい。めちゃくちゃ冷製パスタめっちゃ食べてる最近。そういえば名産地小豆島。そうなんですね。それは間違えてはならぬ間違えた。オリーブ好きとしてはね、いろんな名前がありますよね。私オリーブ大好きで、皆さん納豆にかけてみてください。オリーブを、あの出汁はかけないで、付属の出汁はかけないで、納豆だけにオリーブと塩かけて食べたらめちゃくちゃ美味しいです。私大体朝はそれ食べてます。納豆オリーブ、オリーブ塩、めちゃくちゃ美味しい。そう、オリーブオイルと塩です。ちょっと多めが美味しいです。オリーブオイルがひたひたぐらい、あ、ひたひた、そうだ、あのご飯にのっけて食べてるんですけど、いつもご飯がちょっとひたひたになるぐらいまでオリーブかけたらめっちゃ美味しい。よくやってた。そう、体にいいからかけちゃう。納豆に酢私もかけてた。なんか一番かな、わかんないけど、なんかすごいダイエット効果にいいみたいでめっちゃ食べてました。オリーブに塩かけて、ぜひぜひ美味しいです。ね、納豆にカレーに納豆入れたら美味しいよね。やってた。納豆は本当に何でも美味しい。止まった？動いてますか？酢もね、美味しいよね、何でも入れて。こんにちは、こんにちは。カレーにも酢入れてた。動いてるよ、よかった。こんにちは、こんにちは、こんにちは。初めてこの時間にするので、初めましての方が多いですね。佐川咲希と言います。サッチーです。 ST48 3期研究生です。よろしくお願いします。ね、納豆チーズトースト美味しい。やる、よく美味しいよね。こんにちは、こんにちは。もずく酢を、それは初めて聞いた。もずく酢、もずく美味しいよね。もずく酢か。今メカブならお家にあるや。メカブ酢どうなんだろう。もずく酢、メカブ酢。アヒージョは好き。アヒージョめっちゃ好きです。めっちゃやってた。まずブロッコリーが大好きで、アヒージョは具材が揃えばよくやってますね。具材が揃えば、うん、揃ったらもうすぐやってましたね。いつもと違う時間でたくさんの方が来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。皆さんこんにちは、こんにちは。髪サラサラで切れて、やった、嬉しい。ありがとうございます。ニンニク好きですよ。ニンニク、ブロッコリー好きな17歳と嫌いな17歳、誰が嫌いなんだろう。17歳リエチかな。なんか言ってたかもしれない、気のせいかな。食べるものがなかなか大人です。あ、本当ですか。一番よく言って渋って言われるのは
あの縁側回転寿司何食べるのって話になるじゃないですか。私縁側一番、あ、一番はそうだ、一番はトロサーモンだ。そう、縁側食べるって言ったら渋ってよく言われます。何県出身ですか？山口県出身です。山口です。山口です。そう、コリコリするし、なんか美味しいね、縁側美味しいよね。あ、リエチブロッコリーダメなんだ。あちゃー、じゃあアヒージョパーティーできないじゃん私とそう、縁側美味しいよね。大葉がブロッコリーなど食べるもんか。あら、結構苦手なご様子でですかね、リエチさん。もしやもしや、真逆じゃないですか。私昔じゃなかった、ちょっと前まで、牛タンに出会うまでは好きな食べ物ランキング1位ブロッコリーだったんです。それぐらいブロッコリー大好き。無理やり食べさせよう、泣いちゃう泣いちゃう。アヒージョパーティー、すいません、あと 10% のご報告が来ちゃって。大丈夫かな、持つかな 10%。 30分までしないなって思ってるんですけど、充電が持てば持つかな、頑張れ充電。あ、たこ焼き器で作るアヒージョも、一口アヒージョみたいな感じでいいですね。アヒパー20から10まで結構持った。何分ぐらいだ、20分30分ぐらい持ったかな。さすが、さすが充電あと 10% でも 10% から 1% までって結構長い気がするんですけど、私だけですかねサッチーこんにちは、こんにちは。今日はもう歌ったの？いや、最後にちょっと1曲歌おうかなと。準備完了のイヤホンがあります、うん、だんだん暗くなってきましたね。サッチーってこんにちは、あ、こんばんは、こんばんちは、こんにちは。そう、 1% からね結構耐えますよね。やばいやばいってなってからも意外と大丈夫だったりよね。嬉しい、よかった。何を歌おうかな。そうもーさん、ありがとうございます。森健銀河さん、お星様ありがとうございます。そう、充電チャレンジャーの今何パーだ、でも自分的に 10% から 5% までが早い気がするけど、そっからが長い、いつも。キッチンさん、お星様ありがとうございます。あ、じゃあ先に言っときます。もしも充電がプチって切れたら大変申し訳ございません。そう、え、この充電って見たら配信途切れますかね、一回どうなるんだろう。どうもたくさんありがとうございます。やった、はーいって、ありがとうございます、すいません、もしもそうだったら察しますって、優しいすいません、ありがとうございます。30分までしたいという希望があって、もしも切れたらごめんなさい。サッチマスター、そうだ、サッチのサッチをサッチてください。ギリギリまで粘るタイプですね、割とギリギリまで使っちゃう。 0% と 100% バッテリー的に私やばいかも。じゃあ朝 100% で夜 0% なんですよ。あー、やばいね、一番やばいよね多分。30分までやばいかな。一回さ、バッテリーって見たら止まっちゃうかな。ちょっと一回見てみてもいいですか。止まるかな。ちょっと一回縦にします。にょいーん。あ、でもや、え、
皆さん聞いてください。横にしますね。まず書く。あれまだ 9% でした。999でしたよ。意外とって感じじゃないですか。私も5とか4かと思ってた。ねえ余裕だ。イエーイイエーイイエーイ。余裕だ余裕だ。じゃあ15分になったら歌おうかな。あと17分だ。頑張れバッテリー。高速充電器は持ってないです。その場充電余裕かな。どうだろう。あと17。それかでもね、だあ、じゃあ、あ多分でも大丈夫な気がする。あと 9% ありました。で、5% からはきっと大丈夫なはず。こんにちは、こんにちは。攻めましょう。まあ大丈夫ですよ。曽川さんに守られたい。守ります。わあ、こんにちは、こんにちは。もう買ってからすごい経つかも。バッテリー割とも少なかった気がする。やった、そのチャレンジが素晴らしい。チャレンジ大事ですね。チャレンジ精神。そう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 、大事大事。サッチーって、サッチーです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。自分で決め、では仕事頑張ってきますって。頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。サッチー、サッチー、こんにちは、こんばんは。じゃあ15分になったので歌っちゃお。イヤホンさします。なんかカラオケしたら充電早くなるとかもしかしてあるかな。大丈夫か。リップの家かわいいって、やった。最近新しいリップを買ったので、そう、お気に入り、お気に入りです。カラオケ、間違えた。ルル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 ル。一回触っちゃった、ごめんなさい。何歌おう。あれなんか画面暗いな。皆さん待って待って、これ大丈夫なやつ。あ、大丈夫だ、よかった。あれ止まったよね。私も今画面が真っ暗だ。おーい、大丈夫かな。あれ悲しい、画面真っ暗な人。はーい、え、画面が真っ暗だ。大丈夫かな。見えてますか。戻った。あ、ならよかった。でも私のは真っ暗今。止まったけどこちら戻りました。あ、ならいっか。すいません、私は真っ暗。なんでだろう。見えてる？なら大丈夫か。イエーイ、いっか、大丈夫だよね。そう、笑顔のチャンスね、歌いたい。私も好きな曲。あ、誰にも一生忘れない
空の色がある番し。あ、戻ったかも。あ、戻ってなかった。どうしよう。君の目の前には。じゃあ今日のお曲はこちら。あ、すごい、本当に真っ暗で、あのカラオケにいるみたいな、本当に。あ、何も見えない。砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は抵抗調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサバティブ、束ね、おとなしいタイプだと思ってた。僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる。それが恋の始まり。サングラスで君はいつだって眩しくて、ちゃんと見れなかったんだ。グロイングアップデート、僕はカッコつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ。あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさ。上半身だけ起こして名字にくんづけで呼ばれた、僕はどんな顔してれば、いやらしみて泣いて信じる、いつの間にかの君がいて、いつの間にかの僕もいる。二人大人になった。サンガーステイツ、僕はかけないつもりだった。だって似合わないだろう、 AD なんてずっと先のことじゃないのか、君にはどう分かりにくい些細な変化、グラデーション様。あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま。ラララララ。
とうございます。カラオケに戻ったら戻るとかもない。私の画面はちなみにまだ真っ暗です。どんな感じで映ってるかわかんないんですけど、ありがとうございました。ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。伸びやかな歌声でいいねって、ありがとうございます。やったやったやった、ありがとうございます。今のは STU48 でサングラスデイズです。こっちは見えるよって、よかった。私は真っ暗だけど見えるならオッチェです。言うた声お上手、ありがとうございます。やったね。ちょっとあーどうしよう、あと1曲の1番だけ歌って終わろうかと、壇上を読ませていただいて最後に1番だけ歌います。何にしようかな、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな。そうだね、あれ、あ、間違え、もうかかってた。どうしようかな、どうしようかな。今日最後の一番だけです。ほっ、あら皆さん意気投合意気投合です。真夜中は僕だけの時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい、本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら自由に振る舞えるのに、友達と上手にやらなくちゃ、そうもっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている。君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ声に出してみる、君が君が好きだ。はい、本日は一番だけです。また充電が満帆の時に全部歌いたいと思います。それではカラオケは終わりで、イヤホンを一回外します。ありがとうございました。今のは ST48 で息をする心です。イエーイ、ありがとうございました。こちらこそ歌声ありがとうございます。暗くなってきましたね。また次も歌うので、次はじゃあ息をする心歌うかな。全部全部
ありがとうございます。それではもうすぐ30分になるので壇上を読まさせていただきます。13位はじりこさん、ありがとうございます。12位りょうちさん、ありがとうございます。11位なりちゃんさん、ありがとうございます。10位電気ビリビリさん、ありがとうございます。9位ラブリー48&46 さん、ありがとうございます。8位かたむつりさん、ありがとうございます。7位大津アットンさん、ありがとうございます。6位ラクセルさん、ありがとうございます。5位やすべーさん、ありがとうございます。4位広島校パセリさん、ありがとうございます。3位くまねパパさん、ありがとうございます。3位2位おさむちゃんさん、ありがとうございます。2位1位あっちゃさん、ありがとうございます。1位はい、本日の配信はここまでとなります。充電が持ってよかったです充電は持ちました、よかったです。本日も皆さん配信に来てくださりありがとうございました。また歌聞かせてねって、またぜひ聞いてください、歌うので。お疲れ様、こちらこそありがとうございました。配信ありがとうって、こちらこそありがとうございます。それでは本日の配信はここまでにしようと思います。皆さん本当に来てくださってありがとうございました。それじゃあまたね、バイバーイ、またね。